検察はなぜ過失運転致死罪の方で起訴したのか。あくまで推測含みとはなりますが、まあ、解説をしていきたいと思います。皆さんこんにちは。弁護士法人 ALG&アソシエイツ弁護士の沖田です。今回は群馬県伊勢崎での3人の死亡事故についてお話をしていきたいと思います。どんな事故だったかというと、2024年の5月の話です。群馬県伊勢崎市でトラックが乗用車に衝突しました。で、この乗用車に乗っていた人たち、ぶつけられてしまった人たちですが、まあ、ご家族3人がお亡くなりになりましたという、そういう事故です。トラックの運転手さんは危険運転致死罪という罪で逮捕されましたが、結果としてより軽い過失運転致死罪という罪で起訴がされています。この動画ではですね、まあ、危険運転致死と過失運転致死の2つの罪の関係ですとか、そもそも検察はなぜ過失運転致死罪の方で起訴したのか、あくまで推測含みとはなりますが、まあ、解説をしていきたいと思います。過失運転と危険運転というこの2つの2系統の罪は、まあ、何がどう違うんですかというところですね。こちらの図表をご覧ください。まあ、本質がそもそも違うと。過失運転っていうのは、まあ、どちらかというとうっかりっていう、まあ、そういうイメージですね。で、危険運転の方は、まあ、わざとやったんだろうというところです。で、この本質部分が、まあ、いろんなところに、まあ、顔を出しているというところです。一番顔を出しているのは、まあ、刑罰っていうところに現れています。過失運転はうっかりなので、刑罰は軽めです。7年以下の懲役とか、まあ、100万円以下の罰金っていうのが、まあ、刑罰ということにはなっています。で、危険運転の方は、こっちは重いです。まあ、致死っていうこと、まあ、死に至らしめると書いて致死と言いますけども、致死だと、まあ、1年以上、それから20年以下の懲役のみです。罰金ないです。懲役のみです。めちゃくちゃ重いというところですね。で、過失運転の方は、運用としてどうなってるかというと、ほとんどが不起訴で終わります。で、公判請求されるのが全体の、まあ、1% ぐらいで、まあ、略式の手続きで、まあ、罰金課されてっていうような話が全体の 10% というところです。まあ、だから運用としても過失運転はかなりこう、まあ、軽く運用がされてるんだなっていうのがこれで見てわかるんじゃないかなと思います。過失運転、具体的にはどういう行動があるかというと、脇見運転で、まあ、人を怪我させた、命を奪ってしまったというようなものが過失運転。で、危険運転となってくると、ちょっとね、過失運転というところを被ってくるんですけれども、例えば、飲酒運転ですね。お酒を飲んで、あ、自分今、もうフラフラだわ、全然ダメだわ、っていう状態で車に乗って運転して、まあ、人が事故によって亡くなってしまったっていう場合が、危険運転の典型例というふうにされています。なるほどと。逮捕は危険運転。だけど、起訴は過失運転ですね。で、検察はなんで過失運転で起訴したんですかねという話をここからしていきます。逮捕危険運転、起訴過失運転。これ自体は別に適法っちゃ適法なんですよ。だけれども、なんか不思議ですよね。逮捕された方っていうのはお酒飲んで事故を起こしましたということになってます。まあ、だから危険運転でわざわざ逮捕されているわけなんだけれども、なんだかそうするとじゃあ典型的には危険運転致死罪でストレートに当てはまるわけだから、別に危険運転致死罪で起訴すればいいじゃないと思うんですけど、実際はそうなってない。なんでなんですかね。実はですね、ここについては非常に重要な論点があって、平成23年10月31日のですね、最高裁決定というものがあります。どんな事故だったかっていうと、まあ、福岡で幼児3名が亡くなってしまったという交通事故があったんですけれども、まあ、これが実務に影響を与えているというところになります。この最高裁決定の中身にまで、事件の中身まで踏み込んでしまうと、尺がいくらあっても足りませんので、恐縮ながらそこは省略させていただきますが、最高裁決定の事案ではですね、アルコールの影響による危険運転致死罪が成立するのかどうか、単なる自動車運転過失致傷罪ですね、当時そういう題名だったんですけど、今はまあ過失運転致死傷罪ですね、に過ぎないと。まあ、いわば危険運転か過失運転かというところが、まあ、熾烈に争われたという事例ではあります。で、もう明らかに今回の検察の起訴判断に影響を与えているのかなと思いますので、この最高裁決定っていうのもちょっとこう分解して紹介していきたいなと思います。
危険運転が成立するにはですね、アルコールまたは薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって人を負傷させたという条件を満たす必要があるんですね。で、最高裁決定ではこの条件を満たすために次のね、5つの要素、これが影響するんだというふうにしています。1つ、お酒を飲んでいる量。2つ、酔っ払っている程度。で、3つ目、道路状況に応じて運転をしていた距離。後で説明しますね、ここね。4つ目、事故の中身。どんな事故だったのか。これも説明します。で、5つ目、正常な運転が困難な状態であることについての故意。この5つが影響しますよというふうに言っています。一つ目、二つ目ね。お酒飲んだ量とか、酔っ払った程度って、まあ、これはそらそうですよね。たくさん飲んで、もうベロンベロンに酔っ払っていてってなったら、それはもう危険運転でしょって話にはなりやすくなると。それは当たり前の話です。三つ目、道路状況に応じて運転していた距離っていうのが出てきます。で、これ聞いてよくわかんないと思うんで、ちょっと説明しますが、最高裁の決定の事例ではね、被疑者の方っていうのは事故直前にスナックから事故が起きた現場に至る道路まで約8分間距離にして6キロメートル、まあ中には幅が 2.7 メートルの狭い道っていうのを接触事故と起こすことなく通り抜けていたっていう事情があるんですよ。で、そうすると先ほどね冒頭読みましたけども、危険運転の条文、正常な運転が困難な状態って言えるんですかというところが問題になるんですよ。これについては、いわば事故を起こさずに運転していた距離とか、道がこう複雑であるとか、運転が難しい環境であったかどうかによって、まあその危険運転じゃないんじゃないですかという方向に働く、そういう属性の話なんだけれども、これね、考えるにあたっては、その道っていうのが走り慣れた道路なのかどうなのか、この運転していた事故を起こした人の属性に照らして普通の人よりも運転の困難性が低い道路と言えるかどうかも影響してくるよねっていう話が出てきてたのが最高裁決定なんですね。例えばプロの運転手の人ですね、タクシーのドライバーさんだとか、普段はバスの運転をしてますよっていうような人からすると、多少その難易度が上がったところで別にその危険じゃないよというような運転も普通にできちゃうわけですよね。だからそういうものも考えないといけない。で、初めて通る道なのか、何回も通っている道なのかによっても、さあ危険の度合いがだいぶ下がってくるわけですよね。つまりそういうそのいろんなその運転している人の属性とか、道の状況っていうものも含めて考えて、危険な運転かどうかっていうのを総合的に判断しなければいけないよという、そういう話でした。で、ちょっとややこしいんですけど、今回の件で言うんだったら、私もね、どんな内容で起訴されてるのかっていうのは、詳細に検討ができてないので分からないんですけれども、今回の伊勢崎の件で言うのであれば、事故発生までの走行距離がかなり長かったのかもしれないですよね。そこが影響している可能性があるんじゃないかなと思います。で、4つ目、事故対応です。事故の中身、どんな風に事故が起こったのかによって、まあ、正常な運転が困難な状態でなされたものかどうかっていうのは判断できますよねっていう、それだけの話なんですね。例えばこの距離でこのスピードで運転してたら当然すぐ気づいたよねと。でも全く気づいた素振りもなくそのまま突っ込んでいった、これは異常ですよ。だったらやっぱり正常な運転が困難な状態だったんじゃないですか当時っていうことが言えるわけですよね。事故対応が影響してくるっていうのはそういう話です。で、5つ目、正常な運転が困難な状態であることについての故意という部分です。気持ちの話、主観の話ですね。で、最高裁っていうのはこの故意の存在についてどういうふうに考えているかというと、事故前の酒の量とか、それから事故前後の挙動っていうものを見ていきなさいよと。そうするとやっぱりその犯人は自分が酒に酔った状態で自分自身も危ないなっていうふうに認識できたっていうのは、これ当然でしょうというような、こういう判断枠組みを採用しています。つまりね、正常な状態にある運転者では通常考えがたい異常な状態で自分の車を走行させていたっていうことが何らかの兆候から推認できるというような考え方をしてるんですね。すごい単純化して言うと、自分が酔ってフラフラしていたとか、酒の影響で眠気が出てきていて前がよく見えないんだよねっていうような、そのレベルの認識があれば、それは自分で正常な運転ができない状態だよねっ
って考えていたというのが自然でしょと、だからそこから故意が認められますよという、そういう判断の仕方を最高裁はしています。ここまでお話しした5つの要素っていうのを踏まえて、検察官は起訴前に、じゃあ今の手持ちの証拠で危険運転でいけるかな、どうなのかなっていう検討をね、多分したと思うんですよ。だけれども本人の供述だけで他の客観証拠っていうのがなかった、だから故意とか他の条件の立証が難しいというふうに考えて、過失運転にグレードを落として起訴をしたんじゃないかなっていうことが推測されます。なんかこう、せめてね、その事故の対応とか他の人のこう証言から危険運転に持ち込めるような進展っていうのが本当にできないのかなっていうのは、これはなんかこうご遺族のお話なんかがこう報道されてますけれども、私なんかが聞いててそんな感想を持ちました。本日のお話は以上でございます。ご清聴いただきましてありがとうございました。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。さようなら。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。